というわけで本日は小麦で繊維の中にある冷凍ラーメンを食べていきたいと思います。もうサムネにあります。日常エピです。といってもラーメンだけ食べるとさ、ついのでちょっとあったキャベツとか入れましたけど、小麦で繊維、うどんとかいろいろありますけど、ラーメンでも食物繊維が取れるんだったら嬉しいですね。ではいただきます。冷凍ラーメンはうどんとはまた違った美味しさがあるのかなと思って吸ってみると、細麺なのにしっかりとボロボロがあって、さらに、スープをよく絡むっていうのはいいんですよね。美味しく食べることができて、本当に満足できました。さてさて、どういったものがありかな。どうせならもっとトッピングやれれば、もっと美味しくなるんでしょうけど、今ないからな。ないものをああだこうだ言っても仕方がありませんから、あなたが食べる時はぜひラーメンに合いそうな食材をいろいろとトッピングしてほしいですね。さてラーメンについての詳細の説明はこの後すぐに行います。ごちそうさまでした。ラーメンは結構ツルツルとすることができて、スープの豚骨の味も濃厚、なおかつコクがある深みがある味わいになっていて、とても美味しかったです。これで食物繊維が取れるなら嬉しい商品ですね。冷凍なのでちょっと湯がき雪加減が大変だった気もしなくもないですが、お手軽に作れるのであなたもぜひ食べて食物繊維取ってみませんか。というわけで今日食べた小麦で繊維ラーメンは4点のいただきます。あなたが豚骨ラーメン好きならぜひご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演終演